皆さんこんにちは。ザ・ハリウッドリポータージャパンです。滋賀スポーツジャパンとして F1 動画や記事を続けてまいりましたが、今後はザ・ハリウッドリポータージャパンとして F1 のレポートを続けていきます。話題になっているブラッド・ピット主演の F1 映画やハリウッドのニュースに焦点を当てていくことになりますので、どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。さて、2024年 F1 第15戦ベルギーグランプリが行われました。F1 夏休み前最後のレース、皆様はご覧になられましたか？メルセデスのジョージ・ラッセル選手が見事に優勝かと思いきや、レース後にマシンの最低重量を下回っていたことが発覚、失格となってしまい、チームメイトのルイス・ハミルトン選手が繰り上がりの優勝となりました。ワンストップ戦略で素晴らしいレースを見せたラッセル選手にとっては受け入れがたい結果になってしまいました。スパでは F1 映画の撮影のために訪れていたブラッド・ピット氏の姿が目撃されたようです。プロデューサーであるジェリー・ブラッカイマー氏が F1 映画を撮りたかった理由を説明したり、映画の予告が解禁されたりと、ますます注目が高まるこの F1 映画公開が楽しみです。今回のベルギーグランプリではアルピーヌのマシンが映画デッドプール&ウルヴァリンの公開を記念して特別カラーリングを採用。アルピーヌの共同オーナーであるライアン・レイノルズはデッドプールの主演俳優です。日本でも公開されたばかりの映画ですが、皆さんはもうご覧になられましたか？またアルピーヌは現チーム代表であるブルーノ・ファミンの辞任も発表、後任に関してはまだ発表されていないとのことです。今回角田裕毅選手はパワーユニット交換のペナルティにより20番手からスタート、17番手でフィニッシュ。後にラッセル選手の失格により16位に順位を上げましたが、ポイント獲得には至りませんでした。難しいレースになりましたが、夏休み明けのオランダグランプリでまた強くなって戻ってくるはずです。夏休み中にはおそらくドライバーマーケットの動きがありますよね。契約はあるものの、最近のパフォーマンスにより将来が不確実とされているレッドブルのセルジオ・ペレス選手や、まだ契約を結んでいないビザキャッシュアップ RB のダニエル・リカルド選手、そしてフェラーリのカルロス・サインズ選手の決定に注目したいと思います。それではベルギーグランプリのレポートはここまでです。皆様いつもご視聴本当にありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。